おはようございます。こんにちは、こんばんは。すみなさん、タッキングです、えー、今日は2022年後期の保育の心理学問い7についてパーテンの遊びの形態について調べてきました、えー、また今日も一緒に学びを深めていきましょうそれでは今日も行きましょう早速問題です。2022年後期保育の心理学問い7 次の文は保育所での子供の遊びについての観察記録であるパーテンの遊びの社会的参加の分類に基づいて A から D に関する用語を5群から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい A、3歳児3人がそれぞれ粘土を使って遊んでいたがそのうちの1人がウサギの耳を作り始めるとそれを見ていた他の2人も真似をしてそれぞれ粘土で動物の耳を作り始めた 5歳児数人が大型積み木で四角い枠を作り、温泉の看板を立てて、他の子供たちに入場券を配って回った。すると入場券をもらった子供たちがお客さんとして次々に温泉に入りに来た。4歳児5人がテーブルの上に制作したカップケーキを並べて、お店屋さんごっこをしようとしていた。 そのうち一人は人形を椅子に座らせてお誕生日会を開こうとしているようであったが、他の四人にはイメージが共有されていなかった。D5 歳児の S 君が誕生日会でクラスの友達にプレゼントするため、段ボールで黙々とケーキを制作していた。語群があって、正解は4番の AOKE です。なぜそうなるかを今日も深掘りしていきたいと思います。 今日のポイントはですね、パーテンの遊びの分類と子供の遊びの種類を理解しているかというところです。まず、ミルドレッドパーテンの遊びの分類について説明していきます。アメリカの心理学者パーテンは、子供が遊んでいる状況を6つに分けました。もう多いですね、これね。1、目的のない行動。2、一人遊び。 3. 傍観的行動。4. 平行遊び。5. 連合遊び。6. 共同遊び。の6種類に分けました。これは他者との関わりに関係する社交性や共感性を図る物差しにできます。それぞれを説明していきます。一つ目、目的のない行動ですね。あちこちを見回したり、何もしないでじっと座ってたり、 目的もなくブラブラしているような行動ですね。要は様々な刺激を受けて吸収している段階です。次に一人遊びです。自分一人だけで遊んでいる状態を指していて、子供が遊んでいる時に他の子供への関心が見られない場合は一人遊びです。おおよそ2歳から2歳半の間に多く見られるとのことです。次に傍観的行動ですね。 遊びには入らないけど興味がある状態。見てる状態っていうことですね。他で遊んでいる子供の様子をそばに行って見ている状態です。一緒に遊ぼうとする等の行動は見られないものの、その子に話しかけるなどアクションをすることはありますが、入らないっていう感じです。 傍観的行動が出てきたら他の子供への関心が向き始める段階です。年齢で言うと2歳半頃から3歳頃にかけてよく見られるらしいです。次、平行遊びですね。同じ空間にはいるけど一緒には遊んでいない状況ですね。平行遊びは他の子の近くで同じような遊びをする状態です。 一緒にその遊びをすることはないんですが、子供同士の交流も見られないんですが、同様の遊びをそれぞれが独立して行っている状態ですね。一見一緒に遊んでいるように見えるけども、それぞれが独立して自分たちのやりたい遊びをやっている状態ですね。おおよそ2歳から3歳の間に多く見られるらしいです。連合遊びですね。 一緒に遊ぶのは遊ぶけど、深くは関わっていかないっていうところですね。複数の子供が同じ遊びを一緒に行う状態で、平行遊びとは異なって子供の間に交流が見られるのが特徴です。道具の貸し借りとか、簡単な会話などで、明確な役割分担などは見られない。これはおおよそ4歳から5歳頃ですね。年少さん、年中さん頃でよく見られるとのことです。 共同遊びですね。一緒に遊んで役割分担もしていきます。一つの遊びを子どもたちが相互に関わり合いながら進めていく段階です。遊びの中で直接的に交流を持ったり役割分担を行っていきます。遊びのルールなども明確に存在して、それに伴う社会的行動を含んだ遊びが展開されていきます。 組織的な遊びで、おままごと遊びなどの見立て遊びが分かりやすいかなっていうことですね。おままごとでしたら、こう、お母さん役とかお父さん役とか、仕事帰ってきたよみたいな、見立ててですね、遊ぶ役割分担をしながら遊んでるのが分かりやすいかなと思います。4歳から5歳頃になると急激に増えていくそうです。連合遊びはまだ郷土遊びに行くまでの浅い関わりで、郷土遊びはこう密に関わり合いながら遊んでいくっていうようなイメージですね。 はい。今、パーテンの遊びの分類6種類について説明しましたが、いろいろな遊びの種類についても説明していきます。見立て遊び、構成遊び、感覚遊び、運動遊び、模倣遊び、重遊び、規則遊びなど遊びはいろいろありますよということの中で、その中で見立て遊びと構成遊びが今回問題に出てきているので、一応説明しておきますね。今回ですね、パーテンの遊びの形態とは関係ないんですけども、 問題で見立て遊びと構成遊びも選択肢にあるので、これも一応説明しておきますね。まず構成遊びについてなんですが、構成遊びとは積み木や粘土、折り紙など形を作って楽しむ遊びのことです。絵を描いたり、線路を組み立てて汽車を走らせたりすることも構成遊びに含まれるそうです。 その遊びの中で想像力を養ったりとか集中力を養ったりとか手先の器用さっていうのを養ったりしていくみたいですね。次、見立て遊びですね。目の前にあるものを別のものに見立てて想像やイメージをしながら遊ぶことですね。泥団子をご飯に見立てて遊んだりとかおままごと遊びとかごっこ遊びなどが当てはまっていきますね。 観察力を養ったり、想像力を養ったり、コミュニケーション能力っていうのを養っていく遊びかなと思います。はい。そしたら問題に戻りましょう。パーテンの遊びの社会的参加の分類に基づいてなのですが、このアーの見立て遊び、ウーの構成遊びっていうのがパーテンの分類ではないので、まずここが消えます。そうすると4番。 が正解になるのですが一つずつ見ていきましょう3歳児3人がそれぞれ粘土を使って遊んでいたがそのうち1人がウサギの耳を作り始めるとそれを見ていた他の2人も真似をしてそれぞれ粘土で動物の耳を作り始めたこれは構成遊びですね物を作っていくっていう構成遊びですがそれぞれが独立してやってるので平行遊びです 5歳児数人が大型積み木で四角い枠を作り、温泉の看板を立てて、他の子供たちに入場券を配って回った。すると、入場券をもらった子供たちがお客さんとして次々に温泉に入りに来た。見立てごっこ遊びですよね。見立て遊びの中の役割、分担がきっちりされているので、共同遊びです。4歳児5人がテーブルの上に制作したカップケーキを並べてお店屋さんごっこをしようとしていた。 そのうちの一人は人形を椅子に座らせてお誕生日会を開こうとしているようであったが、他の4人にはイメージが共有されていなかった。これは郷土遊びに行くまでの連合遊びっていうやつですね。5歳児の S 君がお誕生日会でクラスの友達にプレゼントするために段ボールで黙々とケーキを制作していた。これ段ボールで一人で作っていたので一人遊びです。 答えは A o か、e、の4番が正解です、はい、えー、今日は2022年の保プの心理学、問い7についての解説でした。えー、ちょっと引っ掛け問題みたいな感じで出てたと思うんですけど、しっかり内容を理解してれば解ける問題ではなかったのかなと思います。はい、他にも いろんな解説をしておりますのでよかったらそちらも見てくださいそしてチャンネル登録といいねもよろしくお願いしますではバイバイ